お客様満足度ナンバーワン 100% 新車感 100% 新車感 100% 新車感。国内全メーカー新車最安値に挑戦中。販売エリアは日本全国。年間販売実績約1700台、リピート率驚異の 50% 超え。お客様生の声ホームページに公開中。 100% 新車感。はい、いつも新車感チャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。 100% 新車感加賀インターチェンジ店の宮崎です。弊社では新型コロナウイルス感染症に伴うガイドラインに沿った対策を実施しておりますが、お客様同士の接触を避けるためにもご来店時間の予約をお願いしております。またご来店が難しいお客様のためにウェブ商談システムというものを導入させていただきました。パソコン、スマホ、タブレットなどから簡単に商談可能ですので、ぜひそちらも合わせてご利用ください。ご予約に関しましてはどちらもホームページから可能ですのでよろしくお願いいたします。はい、それではお車のご紹介させていただきます。はい、こちらはですね、今回はスズキのハスラーご用意させていただきました。こちらはですね、実際に数の展示車としてあるお車ですので、ちょっとご来店いただければ現物全く同じもの見れますので、ぜひご来店いただければと思います。はい、で、まあなんでハスラーかっていうと、まあ最近ですね、ちょっとダイハツさんから、こちらです、はい、ダイハツさんからタフト、はい、発表されましたねと。でちょっとまだ現車がやっぱりまだまだありませんので、一旦ハスラーご紹介させていただいて、タフト来たら並べて比較してみたいと思いますので、はい、そちらのアップぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。はい、よろしくお願いします。で、まあハスラー現車ありますので、まあフロント等じっくり見ていただいて、はい、こちらはですね丸基調になってますので、タフトとはちょっと四角なん、タフトは四角なんですけど、こちらは好みが分かれるものかなと思います。はい、ちょっとカタログで比較してもこんな感じですね。はい、やっぱ結構似てますね。でまあ本当にシルエット、まあカタログの表紙でのシルエットですけど、ちょっとハスラーの方がやっぱり全体的に丸い屋根とか見ても少し丸くなってるのが、はい、分かりますねと。でタフトだとちょっと丸みが少なくてより四角なイメージになってきてます。はい、まあ、あとはヘッドライトとかも見ての通り丸四角丸四角で結構分かれてきてますので、こちらは、はい、好みが分かれるものかなと思います。はい、ありがとうございます。で、まあハスラーご紹介戻りますねと。でこちらのグレードはですね、上級グレード X のターボになります。はい、でボディカラーはバーミリオンオレンジとガンメタリックのツートンカラーですね。このツートンカラーは、設定色ですので、カタログにあるツートンルーフのお値段になりますのでご注意ください。はい、で、X グレードの特徴ですね、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。はい、まずはヘッドライトですね。はい、こちら丸基調で可愛いヘッドライトになってますね。鈴木車結構多いイメージですが、はい、でこちらの、ヘッドライトも LED でなっております。はい、でそのまま下降りていただいてこちらです。はい、フォーグランプですね、こちらも LED で標準装備となっております。でフォーグランプに関しては下のグレード、G に関しては、設定負荷または、ま、取り付けがありませんのでご注意ください。はい、でそのままちょっと横に行くとこちらです。ちょっと呼び方いろいろあるんですけど、360度モニターだったりとか、ま、前方のモニターだったりとか、まあメカによって様々なんですけど、はい、こちら全方位にカメラがついております。はい、ありがとうございます。はい、ぜひですね、ちょっとタフトも早く来ないかなって内心思ってるんですけど、早く並べて紹介させていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。はい、で、他ですね、横行きたいと思います。
はい、横から見るとですね、正直本当に、まあ、カタログ上だったりはまだしますけど、結構やっぱり似てるってやっぱお声が多いですね。はい、で、ただ特徴はやっぱりありますので、まあ、差別簡単に比較はできるのかなと。はい、まずはこちらですね、ハイブリッド。はい、スズキでの車、マイルドハイブリッド多くなってますので、こちらもマイルドハイブリッドってことでハイブリッドのエンブレム入っております。はい、でそのまま下ですね、こちら、はい、アルミホイールになってます。これも上級グレードのものになりますので、X グレードのものに関してはこちらのホイールです。こちらはターボノンターボで、変わるお車も中にはあるんですけど、ハスラーに関してはターボノンターボでの差はありません。あくまでも、上のグレードか下のグレードかという形になりますので、はい、よろしくお願いします。はい、そこからちょっと上がって、先ほども言いましたが全方位モニターですね、こちらミラーの下ですね、ついております。はい、ありがとうございます。はい、そしたらちょっと内装を見ていきたいと思います。よいしょ。じゃあ、あ、カメラさんこっちで大丈夫ですよ。はい、こちら内装はですね、まずインテリアカラーです。はい、こちらはバーミリンオレンジと、あとはデニムブルーっていうもう一個新しいお色があるんですけど、そちらに関してはここ、はい、オレンジになってるんですけど、そのデニムブルーだったらそのデニムブルーっていうお色、バーミリンオレンジだったらオレンジの内装になっております。はい、それ以外のお色に関してはグレーですね、グレーでインテリアから統一されますので、はい、よろしくお願いします。でシートの横なんかにもこちらですね、ここ、はい、設定色のオレンジだったり、デニムブルーだったり、こちらグレーだったらグレーになりますので、はい、こちらもまた一層変わった雰囲気になりますので、楽しめる部分の一つなのかなと思います。はい、でカメラマンさんそのまま乗っていただいて、はい、どうぞどうぞ。はい、で、こちらですね、ちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、こちらはメーカーオプションのですね、はい、メモリナビ9インチのものです。はい、入っております。こちらはオーディオレスの設定か、こちらの9インチの、メモリナビの設定できますので、もし車外のナビ、弊社だとパイオニアカロッツェリアと、あとアルパイン取り扱っておりますので、そちらのナビゲーション入れたいっていう場合はオーディオレスの設定も可能ですので、はい、ぜひご来店いただいた時にお申し付けください。よろしくお願いします。はい、オーディオレスの状態でも360度の全方位カメラですね、そちらは取り付け、あとは表示可能ですので、よろしくお願いします。はい、であとこちらですね、フロント周りでいくと収納です。はい、こちら上にもあって、こちら真ん中ですね、はい、こちらもあって、さらに下にもあると、はい、こちらですね、収納自体はかなり多くあって、あとはこちらちょっとした収納スペース、下にですね USB の、はい、ソケットあるので、まあ、充電しながら携帯をこちらの上のちょっとしたスペースに置いたりとできます。はい、でそのまま下行くと、すいません、こちらですね、ドリンクホルダーが真ん中にもついております。で、はい、こちらはですね、紙パックの、例えば雪印のコーヒーとか自分大好きなんですけど、こちら紙パックのもので入りきらないっていうのが意外とやっぱりありがちな話なんですけど、これは四角、もともと枠的には全部四角になってて、中の段差で、はい、ペットボトルなのかそれとも紙パックなのか、まあ、両方置けるように工夫になってます。はい、でドリンクホルダーなんですけど、もちろんあります、こちらですね、こちらにもありますし、もちろん運転席側にもハンドルの右側ですね、そちらにもあります。ただこれだとその紙パックのお飲み物は入らないってことで、真ん中にこちらですね入ってますので、ぜひこちらもこういうところもですね気配りができてる鈴木さんすごいと思いますね、やっぱり。でただ一点なんですけど、
軽自動車にありがちなものなんですけど、ドアの部分の、はい、こちらです。ドリンクホルダー、ちょっと広くなってるスペースがありません、ハスラーに関しては。なのであくまでも書類だったりを入れるスペースしかありませんので、ちょっとお飲み物の収納としては少なくなっております。他の、よく売れてる Nボックスだったりスペーシア、タントだったりすると、やっぱりここの辺にちょっとスペースがあって、飲み物入れる収納スペースやっぱり多いんですけど、こちらハスラーに関してはありませんので、ちょっとそこだけですね、ご注意ください。運転席側も見ていただければわかるんですけど、下の部分ですね、ドリンクホルダーとなるようなものはありません。はい、ハンドルの横の部分だけですので、ご注意ください。はい、で、あとはですね、もちろん、はい、スズキ車である、もう証しと言うべきなんでしょうか、はい、助手席の下ですね、こちらの収納スペースございます。はい、他のお車同様取れます、洗えますと、はい、いうところですので、でもちろん、こういうところにですね、書類入れてもよし、あとちょっと汚れてしまったものを入れてもよし、濡れたものを入れてもそのまままた洗えますので、ぜひこういうスペースもありますということで、ご活用ください、お願いします。はい、はい、だいたいフロントはこちらで、あとは後ろですね。はい、ありがとうございます。で、助手席の後ろですね、こちらのテーブル、ちょっと見づらい、ビニール貼ってあるんでちょっと貼れないんですけど、こちらのテーブルですね、もちろん助手席の後ろ側ですね、ついておりますので、こちら後ろの方もですね、お飲み物を置いたりとか、多少お菓子食べたりだったり、どちらは可能ですので、はい、お願いします。はい、あとはですね、今だと軽自動車だと、ちょっと少し剥がしちゃいますね。はい、真ん中、2列目の真ん中にそのアームレストですね、肘掛けがある車多いんですけど、ハスラーに関してはありません。はい、結構増えてきてはいるんですけど、ハスラーに関しては上級グレードの設定でもありませんので、その予定の違いはありますので、ご注意ください、お願いします。はい、はい、後ろから見てもですね、やっぱり結構外装から見るよりはやっぱり広く感じるのじゃないかなと思います。はい、ただ後ろの席はですね、スライドドアじゃありませんので、ちょっと小さなお子様がいるご家庭とかであれば、ちょっと開ける際ですね、ちょっとご注意していただければと思います。隣のお車にガンとぶつけたり、結構ありがちな話なんです。はい、ご注意ください。はい、でそのまま後ろですねと。はい、後ろもエンブレムでっかくあって、ハイブリッドっていう、はい、エンブレムまでしっかりついてます。はい、はい、で、積み荷ですね、こちら開けると、これ一番後ろまで倒している状態ですので、やっぱり軽自動車ってこともあって、あんまりこの状態だと荷物が積めません。ただですね、この状態でも、後ろからでもですね、こちらに紐が出てますので、これ引きながら倒せ、前に押し出せばですね、後ろからでも前の、座席の調節可能です。はい、で、あとは倒す場合ですね、倒す場合はこちらです。はい、ここにレバーありますので、これこのまま、はい、簡単に倒すことができます。はい、で、あと特徴的なのはですね、普通車のクロスビーと同様ですね、こちらの後ろ、しかも後席の、後ろ側まで全部汚れにくい加工、あとは撥水加工施されてます。なので、ちょっと汚れるもの、アウトドアで使った用品なんかですね、こちら倒して積んでも、どかした後ですね、ちょっと濡れたタオルとかでさっと拭けば簡単に汚れ等も落ちますので、本当にアウトドアにも使える1台となっております。はい、
はい、であとはですね、こちらもちろんですね、はい、よいしょ、積み荷の下の部分ですね、こちらも取れます、はい、簡単に取れます。ちょっとこれもですね倒してみます、ちょっと取り出してみますね、お待ちください。よいしょ、はい、ちょっとまあこれで両方一番前まで持ってったんですけど、こちらの状態でまあ外したりとしながら、まあこれでどれだけのスペースあるかってことが分かりやすいのかなと思います。はい、結構広いです。でこちらも簡単に取り外せます、はい、こちらですね、はい、簡単に取り外せましたと、はい、これも丸洗いできますので、汚れたもの、あとは不安定なものですね、ちょっと倒れてほしくないものなんかを、まあ、後ろでちょっとこれだけ開けといて、積んで固定したりすればですね、倒れてほしくないものなんかも簡単に収納できます。はい、まあその下にはですね、まあ工具とかが入っておりますので、はい、ちょっと戻していきますね。で先ほど固定し、まあ倒れてほしくないもの固定って言ったんですけど、この状態だと少し難しいかもしれないんですけど、こちらですね、ちょっと丸いポッチが、1,2,3 と3つあるんです。はい、まああとここにフックもあるんですけど、でこの丸いポッチなんだろうって思う方やっぱりいらっしゃる、あとは知らない方もいらっしゃるかなと思うんですけど、スズキのオプションでユーティリティフック、なんか後付けできるフックがあります。はい、そちらをまあオプションで付けていただいて、こちらの3つで左側3つ右側3つで合計6個ついております。まあそちらを付けていただいて、あとはロープとかでうまくですねちょっと固定していただければ、倒れやすくてもまあちょっと横になってほしくないものですねとか、あと積みづらいものなんかも全部固定できますので、こちらは、はい、あんまり他のお車だとないものだったりとか、あとハスラー自体で紹介してない機能かなと思いましたので、ちょっとご紹介させていただきます。ちょっとフックとかが実際あればより分かりやすかったのかなとは思うんですが、そこはすみません申し訳ございませんが、ちょっとアクセサリーカタログですねチェックしていただければ、こういう風に使えますよって載っておりますのでお願いいたします。はい、あとはですねもちろん後ろ側こちらですね、はい、失礼します、こちらですね、まあソケットも、はい、こちらについてます、右側ですねついてますので、はい、こちらから電源取って充電だったりとかももちろんできますので、はい、後ろ側もですね結構装備充実させることができますということですね、よろしくお願いします。はい、一応前からだいたいぐるっと回ってきたんで、ちょっとこちらでご紹介、はい、終わりになりますので、そしたら前ですねお願いします。はい、失礼しました。はい、ありがとうございます。一応ですね、まあちょっと簡単なんですけど、ハスラーぐるっと前から順番にご紹介させていただきました。はい、でまあ冒頭にもちょっとお伝えした通りですね、ちょっとタクトも来たらぜひ2台並べて紹介動画、あと比較動画ってことで撮らせていただきたいと思いますので、ぜひその時はまたご覧いただければと思います。はい、でタクトももちろんハスラーもですけど、両方取り扱いもしておりますので、ぜひぜひ、はい、お問い合わせいただければと思います。よろしくお願いいたします。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。